皆さんお久しぶりです。日本共産党衆議院議員の笠井亮です。9年間に及ぶ禁韓行動が官邸前、国会正門前、そして全国の街角の景色を変えました。福島の被害者に連帯をし、再稼働の手を縛り、そして国民 76% の原発ゼロの世論を築いて、そして原発ゼロ基本法につながったんじゃないでしょうか。半原連、そしてご参加の皆さんの頑張りあってこそ、私たちもご一緒できたこと、本当に誇りです。ありがとうございました。東京電力福島第一原発事故から10年、いまだに安全神話にどっぷり浸かる菅政権、原発永久化など絶対に許されません。ゴールは原発のない日本です。そのために一人一人が声を上げ続けて、そして市民と野党の力を合わせて原発ゼロの日本を作る、それを実現する政権に変えようじゃありませんか。ご一緒に頑張りましょう。